言って、まず言ってて、俺がそれを聞いた、今日聞いた、ジザティンの放送で聞いた、ジザティンともういるんだよ、一緒に。で、ホテルに行くっていうふうに言ってんだよ。もう限りなくないだろ、こんなもん。どこに可能性があんだよ。普通に考えたらわかるでしょ。他に彼氏なんていないよ、どうし、バカじゃないの。何も知らない人間語るなよ、クソ野郎。あのさ、事実じゃねえことをさ、人から聞いた話でギャー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 言ってんじゃねえ。周りが言ってることは過去だ。旦那がいたこととかもそうだけど、過去なだけ、それをいち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 知らねえ人間が言ってんじゃねえよ、クソ野郎が。バカじゃねえの。それはそいつら関わってた事業、旦那がいたりとかしただけだろう。バカじゃねえの。消えろよ、クソ野郎。違うのかよ。なあ、そいつらの時はそうだっただけだろう。何も知らねえ人間が何言ってんだ、このクソ野郎。ブロック、まーちゃんもブロックね。ごっかまもブロックも死ね。何をクソみたいなこと言って。邪魔くせ。気晴らしか。それしかないよね、もうね。聞きすぎたら言うなよ。聞きすぎたら聞くに決まってんだろ、バカ。アホじゃねえ。さん、待っていらっしゃい。あ、もしもし、ゆいがと申しますけど。ゆいがと申しますけど。はい、お疲れ様です。今日ってなんか忙しいですか？はい。あ、それ、誰ですか？あ、お店の常連さんね。配信者とかリスナーじゃないですか。あ、そうですか。ツイキャスとか他いるんですか。ツイキャスとか他いるんですか。あ、そうですか。あ、わかりました。はい。わかりました。すいません。はい。すいません。YouTube 行くかな。ちょっと忘年会あったから別に混んでないでしょ。しっぽりカウンターに飲もうかな。今日香川が YouTuber に来るの。くれくれいるし。YouTuber に。
行こうかなってツイッター上がったの。なんかちょっと飲みたくねえな、うん、あ今日座談会なんだ。あそうか、石川紀之のか。いや朝までじゃないの、大阪勢が来てるかも。めんどくせえな、だってな。香川来るなら行かない方がいいよね。うん、気分が悪くなるね。ただなんか明日か、明日だからでしょ。モゴリックと言ってさ、じゃあ大丈夫かね。元気ってもう無理だよね。その元気を取り戻すも取り戻さないもん、もう無理だよね。俺多分もう今回は本当ダメだわ。冗談抜きで、それ自制心を保つのがいっぱいいっぱいだもん。そらそうでしょうよ。突然の別れたっていうふうなことを聞いてからのジャスティンとコラボでしょ。でホテルに行くようなことを匂わせたわけでしょ。それは聞くでしょ。じゃあ彼女もワンチャン、チャンスも何もなくね。激も何ももういきなり突然よ。ちょっと待ってね。